さらばベルリンは、1939年に、クリストファー・イシャーウッドにより、バイマル共和制を舞台に執筆された小説。ベルリン物語として、山市と共に出版されることが多い。1930年代のベルリンで過ごしたイシャーウッドの半自伝的小説で、ナチスドイツ以前の状況を及びであった人々について描かれている。 1930年終盤から1933年、初頭のエピソードが織り込まれている。6本の短編、エーベルリン・ダイアリー、サリー・ボールズ、オン・デウェゲン・アイランド、ザ・ノックス、ザ・ランド・アワーズ、エーベルリン・ダイアリーが関連するように描かれている。イシャウッドは、小説のために、ドイツに転居し、すぐに親切な女性や主、カール・シュローダー、地元のキャバレーで歌うデカダンスな、若い、 イギリス人女性サリー・ボールズとその取り巻き、家業が成功している裕福なユダヤ人相続人のナタリア・ランダは、ナチスの権力の増大に苦悩する系のカップルである、ピーターとオットーなど様々な人々と関わり合う。1939年の初版では、ナチスの脅威のリスクにさらされている人々を強調して描いていた。現代作家ジョージ・オーエルは、腐敗した社会の見事な描写と評した。 作家で作曲家のポール・ボールズは、ベルリンで、イシャウッドと会ったことがあり、自伝、ウィズアウト・ストッピングに、自分の性をサリーに使用したのだろうと記した。1976年、イシャウッドは回顧録、クリストファーヒズ・カインドに、ボールズの音も、その人の見た目も良かったとして、これを認めた。1951年、ジョン・バンド・ルーテンにより、私はカメラとして、 ブロードウェイで舞台化された。無頓着なサリー・ボールズ役を演じたジュリー・ハリスは、辛口評論家、ウォルターカーから、私にはライカではなかったと評されたにもかかわらず、トニー賞演劇主演女優賞を初めて受賞した。この演劇は、嵐の中の青春として映画化され、ジョン・コリアが、脚本、マルコム・アーノルドが音楽を担当し、ジュリー・ハリスの他に、ローレンス・ハーベイ、 シェリー・ウィンタースが出演した。1966年、キャバレーとしてミュージカル化されて、トニー賞を受賞し、1972年、キャバレーとして映画化され、サリー役のライザ・ミネルがアカデミー主演女優賞を、監督のボブ・フォッシーがアカデミー監督賞を受賞した。クリストファーヒズ・カインド、P60。ありがとうございます。